おこんばんは。すっぴんでーす。今日はちょっとめっちゃぶっさいくでごめんなんだけど、今日はこの後お出かけに行くので準備を、やばい、めっちゃぶっせんぎゃっそーしていきたいと思います。ちょっと本当に今すぐにメイクしてるね。本当にすっぴんでごめん本当にすっぴんでごめんなさい。とてもブッセンギョッソなんですけど、メイクします。許してね、今から頑張って可愛くなるから許してね。これからね、ちょっと楽しみな予定があるんですよ。楽しみな予定があるんです。ごめんね、ぶっせんぎょっそ。すぐに返信するから待ってて。こんな顔で言われてもって感じですよね。こんにちは。こんなにさ、こんなに変なさ、すっぴんからショールーム配信する人いるのかな。こんばんは、こんにちは。珍しい時間。そうだよね、これからお出かけに行くので、ちょっと時間珍しいんですけど、ひなの準備を一緒にお付き合いしてくれる方募集中。ただこのちょっとまだ出来上がってない私を見ることになるけど、めっちゃ急いじゃない？全然急いじゃないよ。普通です。パフを叩く速さはこんぐらいです、いつも。急いでるとかじゃなく、この速さが一般です。この速さが一般です、パフを。こんにちは。もうかわちいわ、ありがとう。こんなどすっぴんでもうかわちいわないけど、ないけれど、ありがとうございます。なんかニキビできちゃったんだよね。あとこの間の怪我の傷がすごい、まだなんかニキビ跡みたいになってるのがすごく嫌。この間の顔に怪我したじゃないですか、いつの間にか。それがニキビ跡みたいになってんの。仕事行ってきます、行ってらっしゃい。元が可愛いな、ありがとう。いや、ひなのこの詐欺メイクをみんな今日は見てて、ひながメイクするとこ見てて。いやでもさ、普通に考えてさ、このさ、すっぴんから配信してさ、完成するじゃん。そのさ、ビフォーアフターをさ、みんなに見せるって、相当いつもさ、詐欺ってるっていうのをさ、バラしてるってことだよ。普通にやめた方がいいかも。普通にやめた方がいいかも。こんにちは。大好き。
綺麗な人が私はすごい珍しい時間だから、でもなんか意外とやっぱ珍しい時間だったりした方がやっぱり配信してる人が少ないからかわかんないけど結構来てくれる気がしている。やだ、本当にやだ、バカなの？すっぴん見して普通に嫌われに行ってるようなもんだよね。絶対にバカですか。でもなんかもう NCT 時代にすっぴん見せすぎててさ、毎日朝配信で、だからなんかもう抵抗なくなっちゃった、抵抗がなくなってしまった。こんにちは。すごいなんかやっぱいつもと違う人が見てくれている気がする。なんかライブ見に行きたいな。あと映画見たい。あのなんだっけ、なんとかのエリー、なんとかのエリーずっと見たいんだよね。こんにちは。最近はすごくなんか音楽をたくさん聴くようになりました。ほんとアイドルになってからマジ音楽聴くの嫌だった時期あるっていうか、それは違うんだけど、なんかそれはちょっと言い過ぎなんだけど、音楽をね聴かなくなった時期があったの。 NGT の時マジで音楽を聴かない、仕事以外で。音楽を聴かないくなってた時期があったんだけど、最近はすごく音楽大好きですというか、なんかその今までアイドルの音楽しか聴いてなかったから、最近なんか東京に出てきてなんか友達とカラオケとかさ行く機会とかあってさ、なんかひなは世間の曲を知らなすぎるということが分かったんですよそう、なんか世間のその一般的にみんなが知っている曲とかを知らなすぎるということが判明したので、その本当にアイドルしか興味なかったから、だからそれをちょっと勉強している、勉強というか、そう、まあせめて一般的にみんなが知っているものは知るべきだと思って。勉強してる勉強って何って感じけど、勉強って何ですよね普通に、というか今すぐにメイクを完成させないとすごく誰って感じですよね今多分誰ひなってわかる、すっぴんですっぴんでひなってわからないでしょ。こんにちは。仕
仕事中なのでもありがとうね。こんなお仕事お疲れ様。そうだよね、なんか今なんかね結構まだお仕事の時間だよね、どう考えても。どんな時間にやってんのって感じですよ。平日ですか今日。本当にさ、このひなという、ひなというじゃないわ、アイドルというお仕事がさ、あの平日とか休日とかあんまし関係ないからさ、その本当に今が何曜日かって知らないわけですよ今が何曜日かということを知らずに毎日生きてるわけ。皆さんは多分結構お仕事月から金とかだったりするとお休みが土日とかだからさ、結構そういうの分かって生きてるかと思うんだけど、本当にそれが分からない生き方をしてるから、あのね、今が休日なのか平日なのか分かりません。でもその外を歩いてる人とか若い人たちが昼間とか歩いてると、あ、今日休日なのかなって思って予定見たら休日みたいなそんな感じで生きてます。こんにちは。なんかバブ感あってかわちいからスピンヒナも好き。本当？ありがとうね、優しいね本当に。まあ、せめてアイライン描いたら変わるからさ、待ってて。嫌だよね、こんな推し見るの嫌でしょこんな推し見たくないでしょ、こんなもん。なんね、何が人間の女の子の何が一番あの見られたくない顔かっていうと、すっぴんよりもメイク途中なの。あ、それは人それぞれかもしんないけど、すっぴんよりもメイク途中の方がね、ブサイクなんだよ例えば今とか、すっぴんの方がまだマシ。この途中段階の顔、すっぴんの方がまだマシだったりする。アイラインさえ変えたらちょっとは変わるかな。こんにちは。すごいね、やっぱこの時間にやるとなんかいつも見ない方が、こんにちはって。やだ、このいつも見ないさ、今日初めましての方とかにさ、このメイク途中のすごい不細工な顔見られてるってこと？早くメイク終わらせないと。それは嫌かも。ギフト言ってなかった。キムさん、ショウダイさん、ARK さん、アピキーさん、マシオさん、ユウトさん、避難してるカズさん、タケメグさん、キーワンさん、村山やすしさん、カネちゃんさん、マサシさん、ギフトありがとうございます。アイライン引いただけで変わりましたね。今日本当に美味しいご飯が食べたくて、あのちょっと高級なご飯食べたい。なんかなんとなくちょっといいお肉とか食べたい。ちょっといいお肉とか食べたくて、
しょうがない。今日もかわちゃんありがとう。ありがとうね、みんないつもありがとうね、褒めてくれて。焼肉、うん、焼肉食べたい。マジで焼肉食べたい。すごく、ちょっと、いいお肉を食べたい。なんかもう柔らかい、ほっぺがとろけ落ちそうな焼肉が食べたい。素敵にステーキ食べてください。頑張ろう。素敵にステーキ食べれるかな。11日はいいの日ですか。何いいの日って。いいとはなんぞや。今日お花見してきた。めっちゃ羨ましい。お花見羨ましい。何見たの？何見たの？桜だよね。あの、違くて。どこ行ってきたの？って。どこでお花見したの？こんにちは。やひーん。長岡の悠久山公園絶対綺麗やん。見たことないけどなんかもう名前が桜綺麗そうめっちゃ偏見。名前が桜綺麗そうだ。悠久山悠久山。ごめん読めなかった。読めたわ読めたっしょ。合ってるっしょ。だってほら悠久山ウェーイ読めました。天才かもしれん。彦の花見ポイントはみんなのおすすめはやっぱり駅前なんだよね。その、まあ、公園の中とかも綺麗なんだけど、今はね、あのね、弥彦の駅からじゃない、駅側を向いて、その駅から出てこう歩いて振り返ったその景色が一番好き。本当に素敵なの。そう、本当に素敵なのよ。だから まあ公園の中とかももちろん綺麗なんだけど、私はそっちを推薦したいなって思っています。はい、噴水駅の桜めっちゃ綺麗。いいなぁ、噴水とか久しぶりに聞いた鼻水出た鼻水が出ました。いや本当にね、なかなかこう
もう新潟の桜を見る機会はあまりないだろうから、東京でね良い桜が見れたら良いのだけど、てかヘナってやっぱさインドアなのかなって思ってる。いやでもそんなこともないんだけどね、その誰かが連れ出してくれないと動かないってだけで、誰かが連れ出してくれたら動くんだけど、その連れ出してくれる人がいないと自分からは行動できないっていうタイプだから、それって果たしてインドアなのかという問題にはなってくるんだけど、ヤヒコは駅そのものが素敵だ。そうなんよね、いやほんとそう、ヤヒコはもうね桜とか関係ない、桜あったらより綺麗だけどとかもう関係なく、本当に駅そのものが綺麗。本当にその通り。どこでも連れてく、連れてって、ひな本当に車欲しい東京で。でも本当に本当に嫌なの、ひな本当に遠い駅とか行くの嫌なの、本当に嫌なの、結構マジで嫌本当に嫌で、遠い駅からもう大量のその荷物衣装とか持ってさ帰るのとか本当に嫌だ。もう乗り換えとかなかったらいいんよ別に、その一本でそこまでたどり着けるとかだったらまだ許すけど、本当に乗り換え多いしさ、乗り換えも簡単じゃないじゃん東京の駅って、なんか乗り換えるのにもなんかさすごく歩かなきゃいけないじゃん、本当にそういうのとか勘弁勘弁、車欲しいというか、あれが欲しい、専用ドライバー送り迎え専用ドライバー欲しい、マジでお願い、本当にお願い、送り迎えしてくれる友人ドライバー、専用ドライバーください、誕生日プレゼントはそれでもういつでもどこでも お出迎えじゃない送り迎えして、でも本当にそれさえあったらマジで天才だと思うんだよね。いやだからさ、いや本当にそう思わん結構思うよね、もう本当に。だからさ、お金ないながらにさ、この間みんなでさ、みんな4人で乗ればまあなんとか割り勘ってなって4人でタクシー乗って割り勘した。もうお金ないながらに頑張ってタクシーを乗るという決意をしたりとかしたりしてさ、本当に嫌なのにだから誰か私の専用ドライバーになってくれませんか。本当に切実にね、切実なの結構これは。車運転するの禁止されてない、ないんじゃない？わかんない。別にされてないと思うけど。本当に誰か、その別に自分が運転するとかじゃなくて専用ドライバーが欲しい本当に切実に専用ドライバー、プリーズって感じでやらせていただいております。はい、ちょっと今から一瞬顔怖くなるので許してください。進撃の巨人みたいになります。はい、ごめんなさいね一瞬進撃の巨人にならせてもろて、
どうも巨人です。これ本当に初見の人とかはず、絶対見せられないんだけど、やっちゃってるけど、やっちゃってるけど、そのメイク初めて見たかも。いや、いつもやってるよ、いつもやってるよ、いつもやってますよ。かわいい巨人さん、ありがとう。それは優しい、とても。こんにちは。鼻がかゆい、もうなんか本当に花粉症が一生、花粉症が一生続いているのですが、皆様はどうなんだろうか。とても赤鼻のトナカイみたいな感じにいるんですけど、まあまあ、みんなみんなのメイク過程は本当に面白いから引かないでいただきたいのですが、ひろゆきさんギフトありがとうございます。でもできてきたでしょ、顔が少しずつ。でも本当にここに影塗っただけで唇めっちゃぷっくりした。今ここに影を塗ったんですよ。そしたら見て、それだけで唇がぷっくり。なんて怖いのメイクって。なんて怖いのメイクってね、本当にね。だってひなのさっきのすっぴん覚えてる？ひなのさっきのすっぴん覚えてる？変わっちゃうよ。まつげやったらもっと変わっちゃうよ多分。本当にひながさ、常日頃どれだけ詐欺、どれだけメイクでさ顔をさ嘘ついているかが、うん、この配信で明らかに。嫌いにならないでね。ほんとね、あとまつげで本当に変わるからね。まつげで変わりますよ。デコ出しやひちゃん、いいなぁ。ちょっと挑戦してみたいんだよね、デコ出しを。本当にひなデコ出ししないからさ、そのデコ出しの、でもどういう風にデコを出したら正解なのかが分かんなくてできないんだけど、マジでデコ出し挑戦してみたい、普通に。そのプライベートでっていうか、そのプライベートで。でも自信ないし、やり方がわからないから、そう。だからね、誰か教えて。やばい、涙袋爆誕した。どう思いますか？涙袋爆誕しました。今からまつげを作っていきますね。
かわちぃ、ありがとう。もう本当にさ、ひなの詐欺メイクがさ、あらわになりすぎて恥ずかしい。自分で配信しながらメイクしてんだけどさ、これあるある、見て、マスカラがスカッってなって手に塗っちゃうあるある。こんにちは。最近シュシュ欲しくて急に何の話って感じなんだけど、最近なんか髪の毛あんまり結んでないなって思って、昨日の夜中に急にシュシュが欲しくなって、ちょっとお買い物行きたい気分、シュシュを買いに、シュシュ買いたい、シュシュ。こんにちは、遊びに来たよ、ありがとう。近々絶対シュシュ買いに行きたい。こんにちは。春服欲しいなぁ、かわいい春服たち。でも本当に服って高いよね。どうして服ってこんなに高いの？どうしてるの？皆さん、みんなはどうやって生きているんだい？ほんとさ、何にお金使いたいかって人によるやん。家とか車とか。男性はさ、車の人多くない？なんか男性って車好きなイメージ。でもマジで車とかさ、わからないんだよね。みんな車こだわりあるの？車動いて乗れたらいい。驚くほどない。いいよ、なくて。車にこだわりって何って今思ってしまう。いや、もちろんなんか見栄えとかそこぐらいは気にするのも気にしていいけど、なんかそのめっちゃこだわってさ、なんか本当にもうわかる。いるらしいじゃん。なんか TikTok に流れてきた。そう、流れてきた。なんか今一番欲しいもの何？うわー、難しい質問だな。何が、でもなんか、ひなって、めっちゃ多分物欲はあるんだけど、でもだからといって聞かれたら分かんないみたいな、なんか何でも欲しい、それは違くて。
それは違うんだけど、その機械なんなんなんだろうね。ヒナが欲しいもん。でもヒナ常に可愛い服を探し求めて生きてはいる。なんか本当におしゃれでいたいなってめっちゃ思うのね。そう、すごく思ってて、あのちゃんとおしゃれして生きていたい、おしゃれしたいなって思うから、服は常に欲しいかも。おしゃれな服がね、靴とか、靴とかもひなね、ひな靴好きなんだよね。なんか昔から靴好きで、まあ、だからといっていい靴とかは履いてないんですけど、あの足元可愛いとすごくテンション上がる。なんか可愛いスニーカー欲しいんだよね今。めちゃめちゃ可愛いスニーカー、でもなんかだいたい高くてそれそうなんだけどさ、高くて買うってところになかなか行かない。そう、どんどん顔が出来上がってきました。ハイライト入れたらめっちゃ顔変わるよ多分。見てなさい見てなさい、オカマみたい。でも言ってわかんないのかな、やっぱわかんない。そんな、なんて言うんだろう、なんか難しいよね。でも男性の方からしたらメイクって難しいよね。そのここ今変わったでしょとか言われても難しいよ。ん、何って感じで、ごめんなさい、興味ないですよね。でもひなもなんかすごい、てかメイクしていることがすごい大人になったなって思うメイクしてるのすごくない？普通に人がそのさ、みんな子供というさ、メイクしない時代があった中でさ、今さ大人は、大人になったらほらもうメイクって絶対みんなするやん、大体がね。それをさ覚えたっていうことじゃん。あ、やばいやばいやばい。それをさ人生の中で覚えたってさ、なんか結構すごくない？全然どういうことって思ったよねきっと。ごめんなさい。でもなんかすごいみんなやっぱ研究して。みんながいるんだなって思う。よくない？ここに影描いて、ここに光を入れただけでこんなに唇がぷっくりして見えるっていう、マジックマジックマジックです。あ、でもスプレーかけたよ。わかりますか、これからもっと唇ぷっくりさせちゃうよ今日のひなのキャラちょっとうざいこれからもっとぷっくりさせちゃうよ。今から唇の口角を上げたいと思います。見ててね。わかる、今ここに線描いただけど唇がうってなったでしょう。わかりますか、みんないつもこれのおかげで結構ね、唇口角上げる整形してるんですかとか聞かれるんですよ。これでしたこれでした。
唇のその口角の整形があるらしいんですけど、口角を上げる整形、それをよくね言ってるって言われるんですけど、ここに影描いて、ここにこうやってやって、あと下にも影を、こういう感じ、わかる？今こうお尻みたいな、お尻みたいなのを描いて、わかる？ちょっと今ぼかしてないからやばって感じだけど、わかるでしょ？ちょっとこれだけで唇の形が変わったのわかる？今ぼかすからね、ぼかしてないから今変だけど、これをいい感じに描いてぼかしたらね、すごい、もうこの時点で下唇がぷっくりしました。で、ここに影で、上唇がうーって、で、リップを塗るいうお話でございます。だからすごい、そう、口角の整形やったとか言われると、いや勝ったって思う。わ、騙せてんだって思う。勝ったって。そう、ちょっと今まだ声から、ちょっと今まだ違和感あるけど。それでこうやってリップをいい感じに塗って、ぼかせたならばこうやってね、口角のところこうやってぼかして、ほら、ぷっくり唇の出来上がり。ぷっくり唇の出来上がりです。はーい。すごいでしょう。やるねー。やるねー。今なんかほんと、あ、ちょっといろいろまだ忘れてた、いろんなメイクを。今なんでほんとに、今ほんとに詐欺ってるよね。嘘しかついてない、ひなのメイク。嘘しかついてない。ごめんね、嘘ついて。騙して、ごめん。でもみんなにもうすっぴん見せてるから怖いことない。下まつげも描いてます。はい。ちょっと出ないの。ほら、こうやって下まつげも描いたら、ほら、漏れるでしょ、下まつげあることによって。下まつげがあるだけでこんなに漏れてしまう。という怖いお話もできます。え、レナテいるんだけど。レナテいるんだけど、やばい、ひなのこの詐欺メイクがレナテに。ひな一回レナテにメイクしたいな。そう、そしたらこんなにぷっくりな唇リップと、こんなキバキバな目、キバキバになっちゃってしまいましたけれども、まあ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 、そういう時もある。ひなはどっちかというと多分メイク濃い方だから、そういう
そういうことで、そういう人で、みんな分かってくれてるっしょ。でも嬉しい、ルナ店来てくれたんだけど、やばすぎ。ルナ店ちゃん、何会いたかったの？きっと今頃ひなのチューが、ひなのチューが恋しくなってきたところじゃない？もういつも嫌がってるけど、実はひなにチューされるの好きだったことぐらい知ってるんだから。実はひなのことが好きだったことぐらい知ってるんだから。キモやばい、ひな今日めっちゃキモいわ。ちょっとひな今日キモいです、ごめんなさい。いやでも本当になんかね、エナテンとリリが卒業してちょっと心にポツンと穴が開いたって感じ。ひなの中で結構冗談抜きでなんか寂しくって、なんかレッスン中とかもなんかわあ、これレナとリリいたらなんかもっとみんなで笑い合ってたんだろうなとか思う。なんかほんとね、キュートキュートってあのね楽屋とかレッスン中の会話全部録音しといた方がいいんじゃないかレベルでおもろいんですよ。私はおもろくない人間だけど、みんながほんとになんで録音しておかなかったのって後悔するぐらいほんとにみんな面白くて、本当に面白いんですよ、マジで。もうね、なんか一人がこうふざけたらこうみんな伝染してく。ちょっと充電がなくなりそう。みんな充電して、なんかもうみんな気が、あのみんななんかみんな乗ってくる。そう、一人もなんか置いてけぼりがいないというか、そんなね、素晴らしかったんですよ。ね、会いたいな。もうすでに会いたい。もうすでに会いたいです。何してるの今、どこで何を今どこで何を。そうだよ、まだ1週間してないけど、今までずっと会ってた。そうなの、本当にそうなの。今までずっと会ってたからさ、もう本当に毎日会ってたわけやん。ライブがない日もレッスンとかやっぱ結構ね、キュートキュート。ほら、ヤヒも位置交換すればよかったです。そう、キュートキュート、あの位置情報交換してるんですよ。でもひな、昔からその徹底して位置情報交換アプリだけは入れないって徹底しててなんかすっごい、その高校生の時からさ、結構位置情報交換アプリが流行ってたの。高校生の時ね、そう、ひなが高校生の時ぐらいにすごい、もうみんな当たり前に位置情報交換してる世の人々ばっかだったの、ひなの周りに。高校生、ひなの高校生ぐらいだから、なんか本当に怖くて、それがなんか普通に、なんか別にね、ひなの考えすぎ、みんな知ってる通りさ、ひなってあの考えすぎなとこあるからさ、なんか怖くて、その位置情報信頼してる人でもなんか
なんか怖くて違う、それを信頼してないわけじゃなくてね、その人を信頼してないからとかじゃなくて、なんかひなは当時から位置情報アプリを徹底して入れないってなんか決めてて、そうだからひな以外全員位置情報を交換してんのね、キュートキュートそうキュートキュート、私以外全員位置情報を交換してるんですよ。だから微笑ましい、微笑ましいなって思いながら、いえひなもやりたいなとは思うんだけど、なんか徹底しちゃってたから、まあでもちょっと今心揺れてる、ひなもやろうかなって思い始めてはいるだからちょっとあと一押しあったらワンチャンひなも入れるかもだから、そしたらレナテン交換しようね、そしたらレナテンひなと交換しようね。いやもう高校生の時マジみんな交換してたんよ、怖くねと思って、怖くねと思って、そう思ってたんです。最近私髪の毛ウェーブにするのにハマってます。いつもひなコテで巻いてるじゃん、コテ丸いやつね、くる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 回すやつね、それで巻いてるんだけど、最近はこのストレートアイロンでウェーブ巻きをするのにすごくちょっとハマっている。なんかその違いとしてはこっちの方が可愛らしい印象になる、そう違いとしてはコテで巻いた方がその日の印象をどっちにしたいかによって変えてる最近は。コテで巻いたらちょっと大人っぽい印象になる、韓国風な。でもストレートウェーブ巻きはちょっと若い印象になる、可愛い印象になる。わかる、ちょっとわかります、いつもと巻き方違うの、ちょっと若くない印象が、どっちかというと可愛らしい印象にしてくれる最近。その日なもコテ使えるまではウェーブ巻きしかできなかったから、そうずっとウェーブ巻きしてたんだけど、キュートキュートに入った時も、キュートキュートに入った時まだコテ使えなかったからそうコテ使えるようになってからは結構コテ使って巻いてたんだけど、なんか久しぶりにこの間ウェーブ巻きしてみたら、ウェーブ巻きも可愛いなって思って最近やってます。どうですか、ちょっと可愛らしい印象でしょ。招待送ったようだってレナテンが、レナテンが招待送ったらしい。え、なに招待送れんの、ひなアプリ入れてなくても。じゃあちょっと考えよう、ワンチャンやってみようかないやでもひなもね揺さぶられてたの、そうメンバーみんなが位置情報を交換しててひなもやろっかなって揺さぶられてたんだけど、そうちょっとレナテンが招待送ってくれたらしい。でも確かにそう卒業しちゃったからさ、そのなかなか会えないからさ、たまたまさ渋谷いるで買い物とかしてる時とかにさ、えなんかレナテンも渋谷いるんだけどってなったら会えるかもだしね。レナテンもたまたま渋谷でお買い物してるかもしれないしね。それめっちゃいいよね。それめっちゃいいな。それ理想だよね。
それめちゃくちゃ理想ですね。なんでこんな時間から髪の毛セットしてんのってきっとみんな思ってるよね。まあまあみんなにも後で言うから、この後何をするかこの後何をしてくるかみんなに後でお話しするから別に気になってねえよって。でひな最近こうちょっとこういうのするの好きなんだよね。あの一人で喋る の, あのちょっと陰キャみたいな遊びにハマってて、キモいよね。あのだから今みたいに、え、なんで今ひながメイクしてるか気になるってみたいな、ちょっと伝えたいことわかるかなその誰も別に気になってないかもしんないけど、あの自分で、あの、え、気になるかって、まあまあみたいな。ちょっと待って、絶対伝わんないわこれじゃあ伝わった？ひなの最近ハマってる遊びこれあの友達といる時とかも別に聞かれてないのに、え、なんでひながこれ持ってるかって、まあまあちょっと絶対伝わんないわひなの言いたいこと。そうそう、自分で乗りツッコミみたいな。そう、別に誰も気になってねえよっていうお話でした。ごめんなさい、すごくカエル化です。はいすごくカエル化でしたね今のは。とてもなんかひなさい、そうひな本当になんかカエル化なことするの好きなのめっちゃ。ひなって本当にカエル化女子やん、有名なこれもめっちゃわかる。今のもあの分かってほしい。この有名なとか言うのも別に有名じゃねえじゃんあのそういうなんかちょっとあのわざとカエル化な一言を添えるっていうのがひなの中であの今流行ってるの。その最後にカエル化な一言を添える。だから今みたいに、ひなってカエル化女子やん、有名なとか言って全然有名じゃない。ね、待って、ひな、めっちゃ陰キャだと思われる。どうしよう。陰キャだと思われる、本当に。もう喋んのやめよう。喋んのやめよう。本当に自分が、やばい、レナテン、ミポ。レナテンにミポって言われた。やばい。ミポ。どうしよう、やばい、本当にレナテンから位置情報のさ位置情報の正体来てんだけどおもろすぎ。カカ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 考えときます。カカ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 考えときます。いやでも本当にワンちゃんひなもやりたいなと思っていたから、ワンちゃんやろっかな。本当にレナテンから来てた LINE が招待の LINE が来てた四五滴ゆたそばか。あとは前髪をやりまちゅぴちゅやりまちゅぴちゅ見て、でかくない？でもこれ、でも最近そうメガネ欲しくて買ったんだけど、あ、めっちゃね普通にシーンで買ったんだけど、ちょっとでかいんだよね。もうちょいちっちゃいのないかな。え、でもこういうもんなのかな、こういうもんなのかな。伊達メガネですよ、伊達メガネ。でもちょっとでかくない？どんなもん、これもありこれもありなのかしらって思っている。もうおしゃれだからね、伊達メガネって。伊達メガネおしゃれですよ。
もうちょっとだけちっちゃいのあったらいいなって思うんだけど、まあ、でも伊達メガネだからまあ大きいの、大きいので正解なんだけど、かわいすじありだと思いまちゅぴちゅ思いまちゅぴちゅ、思いまちゅぴちゅか、ピーポン、どんどん今日の私ができてきました、どんどん今日の私ができてきましたよ。すっぴんから始まってこれやばいな普通に戻ってきたらメイクが完成して、やだすっぴんは忘れてください、すっぴんは忘れてください、本当に絶対に、どう？どう？って。今日のビジュは何点満点ですか？めっちゃ集中しちゃって喋ってなかっためちゃめちゃ集中してた今。いや髪の毛とかでさ本当に印象って変わるからマジ大事だよねって思う。1万点10万点だった今、1万かと思った、1億万点100点、ありがとう今日は体調はいい方、今日は体調まあ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 悪くはない悪くはない、うん、悪くはないですね。
そんなこんなしているうちに時間になってしまう。じゃあそろそろ終わりにしようかな。どうですか？もう本当に準備してるとこ見てもらってただけになってしまってごめんなさい。ありがとう、付き合ってくれて。私の準備を、本当一人で準備で寂しい、寂しいっていうか、もう一人で家にいること自体が本当に本当に嫌だ本当に嫌だ、寂しい。誰かひなと一緒に住まん誰かひなと一緒に住まんとかもね、ありますよね誰かひなのこと養って誰かひなのこと養って、ひなのこと養ってくれる人募集中。養ってくれる？やだ？やだ？いい？いい？やだ？いい？いい？おもろ。いいですか？お願いします。養ってください。何のこと養ってくれる人はいますか？お願いしますお部屋の掃除とかご飯も全部します。お願いします。もうそれがいい、一番願い。ちょっとここの薪が足りなくて気になるから、それだけはやらしてください。やってくれんの？やってくれてやってくれて。やばい、本当にカエル化、自分がカエル化になってきた。本当に自分が本当にカエル化ね、カエル化でした。すごい、みんないいよって、優しい。優しい。いいの？本当に？いいんですか？いいんですか？よし、では終わりにしたいと思います。はい、ではちょっとこれから予定があるので行ってきたいと思います。ありがとね、みんな、ひなの準備配信見てくれて。ありがとね、楽しかったよ。お世話になったね。では、ランキング見ます。13位、正代さん。12位、キムさん。11位、中さん。10位、ひなしてるカズさん。9位、かねちゃんさん。8位、たけめぐさん。7位、ARK さん。6位、ましおさん。5位、安藤さん。4位、ひろゆきさん。3位、つるさん。2位、けんわんさん。第1位、ゆっとさん。ありがとうございます。めっちゃいい匂い。これ、ファンの方からもらったヘアオイル。ジルシュアートの。めっちゃいい匂い。ありがとうございます。
髪の毛いい匂いな女の子いいよね。はい、ということで、では行ってきます。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。